希望の力。この番組は内閣府の提供でお送りします。子どもたちの声が響いています。ここは南相馬市内の3つの保育所が集まってできた保育園、その名も仲良し保育園です。子どもたち元気だ。子どもたちはお散歩に行ってこの中で走り回って元気ですね。いやもう本当元気いっぱいなんですよ。もういつも子どもたちいつ元気なくなるのかなと思ったりもするんだけども、朝から夕方までもう元気で笑顔で、子どもは強いなとかタフだなと思いますね。いややっぱりそのこの南相馬で生きていかなければいけない家族とか親がたくさんいらっしゃって、でその中で子どもも一緒にここで暮らしていかなければいけない。じゃあそこで保育園がそのサポートをしていかなければ安心してここで暮らせないし仕事もできないので、ですからそういうような役割に保育園がなっていると思うんですね。保護者の方がここに来て預けてよかったなって、元気に今日も笑顔で保育所に来て保育園に来てまたただいまって帰っていただけるのが一番嬉しいです。ファミリーだと思いますね。ですからみんなで一緒に頑張ってここで生きていこうというような思いが皆さんあると思います。違う保育園が共同でこういうスペースでやってるっていうのは他に多分ないと思いますから、職員同士も連携して子どもたちがやっぱりここで安全に保育できるようにしていますね。絆っていう感じがしますね。いやそうですね、それがはっきり見えてきたような気がします。前向きにしていかないと進んでいけないですね。だからこういう震災ですけども逆にチャンスに変えて前に進んでいければみんな明るく元気笑顔で進んでいけ、そのうちトンネルの光も見えてくるでしょう。はい、南相馬の未来を担う子どもたち、家族や地域の人に守られてすくすく育っています。大丈夫です。東日本大震災で被災された皆様に生活や事業の再建に役立つ情報を政府よりお届けします。今回は学生等震災特別相談窓口のお知らせです。震災の影響で就職が困難になった学生の方が相談できる窓口が全国のハローワークおよび新卒応援ハローワークなどに設置されています。ぜひハローワークまたは新卒応援ハローワークへ。政府からのお知らせでした。